大木町実徳は、幕末の公家、明治期の官僚、家族、通称、菊丸。山城国京都で、県大納言、大木町御功の三男として生まれる。兄、公道の死去に伴い、文政元年6月13日家徳を継承。文政7年12月16日に元服し、昇殿を許された。左小の江県少将、右小の江県中将、三義。 県中納言などを歴任し、安政6年4月3日県大納言に任じられた。安政5年3月、日米修好通商条約締結の直挙案をめぐり、中山忠康、大井の三角家信、広畑忠則、四つ辻光伊佐を、大木町三条佐根成、三条西末とも、日之助宗新渡重典、中野院通夫橋本佐根明、野宮佐大佐、 八条高助と共に、安分の変更を求めた。源氏元年7月19日の金門の変では、長州藩側として動き、山頂停止、他人面会、他行の禁止を命ぜられ、慶応3年に1月に謝面された。王政復古後、慶応4年2月20日参用に就任。その後、健康体ゴーグ大部、大宮志向などを歴任し、 明治2年7月27日から明治3年12月12日まで皇太合宮大部を務めた。1882年11月8日に隠居し、長男、実生が家督を継いだ。ありがとうございます。